本日の企画、あの興奮をもう一度、サンタンさんの大会に向けて練習。サンタンさん、サンタンさんです。いやなんかあの時ね、すごい気持ちかったよね。気持ちかったよ。でも結構たまたま気持ちかったね。負けたね。マジ運良かった。運も良かったから。で今回ね、ジンタンです。19歳。広島。自己紹介させたい。確かに自己紹介してくれ。そうだね。どうも広島から出てきました。19歳。筋肉の2番煎じでやっております。パワー。そういう感じで。結構似てますね。中山仁だっけ。そうですね。ちゃうやろ。絶対ちゃうやろ。中山仁ね、19歳。今後これから海外に行く選手です。天童サウナ届きました。やった。届きました。届いたんですけど、まあまあまあいつもいるから入れてあげよう。今回はね。でもいい椅子とかを買うと1個2万とかするらしいんですよ。ちょっと足りない。20万円じゃ。もう一回勝たないと全部揃えられない。整える用の椅子ってこと。そうそう。整える用の椅子だね。完璧なね感じでやるにはね。あのもうちょっとお金が必要ということで、もう一回取り行きましょうよ。行こう。年末にもう一回あるんでね。そう、今日はその練習をしました。間違えた。大丈夫か。今日はその練習をしに来ました。で、ただ次回あのお前参加したいんじゃないの。させてください。今日プレーで決めるわ。じゃあ誰優勝メンバーだから、ね、確かに。まあちょっとやっていこうかなって。でゴールね、ちょっとだけ大きいよね、大きいんだけど、ボールはあの普通のでどうする。普通のでで、キーパーはない、手使えないからね、でグラウンドコーナーからそれ7分2本やりたいと思います。今日もあの賞金じゃないけど、じゃあまあ負けた方がジュースでいいんじゃない、負けた方がジュースにしましょう。ちょっとなんか勝ったがやっぱね、白熱するからね。勝つだもん。じゃあ、それではやっていきまーす。グッドパーでジン決めます。グッドパーね。グッドパ。オーケーさん、陸、太陽、海チーム、俺、ジン、銀チームでいきたいと思います。いいね、なんかそっちも2人経験者いて、こっちも2人経験者いるっていう感じなんで、ちょうどよく分かれたかな。こうやって自分たちでやろうってやってもいいメンバーがいて、毎回レベル高いサッカーできるのはすごいありがたいですね、私は。それではよし、やっていこう。
こう。にやっぱキーパーが残って、でもここのね2枚はもうここら辺に近づいてきたらもう行って戻ってのね往復アドバイスあげるよ。後半戦に向けて後半戦行きたいと思います。行きまーす。そろそろ近くなったら後追いできるかな。
あ、すぐ休んだ。うわ、マジか。えぐい。絶対負けたくなかった。まあ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 こんなボコボコになっちゃったけど。あらあらら。この間優勝した方ですか。この間得点王だった。集中力よ問題は。そうね。あの守備がね大事だやっぱり。これはあのね真ん中に一人残ってた方がやっぱりいいんだよね。で、もうこの2枚がどんだけ頑張ってフォローし合ってそう、ここら辺まで来た時に出して戻って往復できるかっていうのなんですよ。ですよ、畑野さん。静か負けチーム静かあ、この間こんなんやってたじゃん。いや、別にね、多分ね、下手じゃないと思う。下手じゃないよ、俺らが強すぎた。そうそう全然痛くない、うん、落ち込まなくていいよ。お疲れ様でした。撮影今回したけど撮影以外でもちょっとやってこ練習普通に、ね、やってこ、うん、だって40万円の可能性あるんだよ。いや、やばいでね。俺生きれちゃうよ1年間40万円あれば。年末にそれがあるんで、その賞金大会がで、本当にサッカーとは全然違うよね、マジで。もうなんかハードワークが結構俺の中では一番大事かなって。まあ決定力はもちろんね、あの一緒のチームになった際には皆さんよろしくお願いします。じゃあ俺たち出るよ。確かにそれもおもろいよね。なんか僕もさったんで、そう俺らのメンバーで2個出るのもちょっと面白いかもしれないね。はい、じゃあそんな感じで私たちの明日でした。せーの、バイバーイ。Ha ha 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 ha!